模服全国的に有名な紳士服店で働く K さんに聞いた話である彼の担当は東北地方で転勤しながら各店舗で紳士服の販売を行ってきた彼はお金がない時冷蔵庫などの家電が壊れたら無理してでも買うけど ご主人のスーツはなかなか買わないよ、と愚痴をこぼす。だから、リクルートスーツの販売に必死になるという。ところが、そんな紳士服店で季節に関係なく需要が高まる時がたびたび訪れる。それは、人が亡くなった時だという。今すぐ喪服が必要というお客様が駆け込みでやってきて、 多少高額でも即決で買ってくれるそうだ。亡くなった方には申し訳ないが、礼服の売り上げは大変ありがたいのだという。K さんが担当してきた地域では、葬式の予定もなく着物の模服を準備すると身近な人に不幸が訪れるという風習があった。女性は結婚のタイミングで作ることが多いが、男性は 葬式で着物を着ることがほとんどなくなったため、社会人となった時、あるいは成人式のタイミングで、冠婚葬祭用の礼服も準備しておきましょう、とご案内するそうだ。それは、お祝い事と同時に喪服を準備すれば、不幸を避けられる、という昔からの風習でもあった。そして、喪服が和装から洋装に変わりつつある現代でも、 年配の方々の間では、喪服を準備するタイミングを気にする方がまだまだ多いそうだ。ところが、若い世代の方々では、就職したばかりの安い給料で礼服を買うのはなかなか難しい。だから、人が亡くなった時に慌てて買いに来るのだという。K さんは続けて、男性の場合、礼服は結婚式に着ることもあるから、 前もって準備してもデザインやサイズなどが合わなくなっていたりまたは虫食いなどで結局は無駄になってしまうことも多いよとのことだった以前 K さんの店で60代後半の男性が礼服を購入されお直ししてお渡しすることとなったサイズなどを測りながらお話を伺っていた時「自分が死ぬ夢を見た」 とのことで、それなら最後にきちんと礼服を着て生きているうちに遺影写真を撮ろうと考えたそうだ。K さんはお直しの控えをお渡ししてその男性をお見送りした。その数日後の昼間、K さんが入荷したスーツを段ボールから出しラックに吊るす作業をしていると気配を感じてお客さんかなと店内を見渡した。 しかし、宣伝用 BGM が流れる店内に客らしい姿は見当たらない。すると急に体が固まり、動けなくなったそうだ。あれと不思議に思っていると、目の前のラックの反対側から人の頭がゆっくりぬーっと上がってきたそうだ。ひげえと息を呑んだが、言葉は出せなかった。それは、 白髪混じりの男性の頭だったというところが顔の半分が出そうというところで別の店員に声をかけられ K さんははっと我に返った今のは何だったのかと店内を探したがやはりそれらしい客はどこにもいなかったそうだふと思い出したのはその日は お直ししししたた礼服のお渡し予定日だったしかし夕方まで九段の男性のご来店がなく「まさかあの白髪混じりの男性は?」と心配していると閉店間際にまた喪服の駆け込みの客が入ってきた「30歳くらいの若い男性で急に喪服が必要になって」とのことだった。 K さんが急いでサイズを測りながら話をするうちふと思い当たりその手が止まったというそして保管室からお直しの終わった礼服を取り出してきてその客に着せるとまるで手品でも見ているかのようにぴったりだったなんとその日礼服のお渡し予定だった男性の息子さんだったそうだ